笑いに飢えた大地、北海道。かつてこの地を飛び出し、東京で大きな勝利をつかみ取ったお笑い戦士が戻ってきた。平成のぶちこぶし、平成のぶちこぶし、魂のこぶし。北海道メーカー、キタルト、日本アシスト会計、パースプレイス、バイゼロップ、ノイモンド、オーガニックカフェの提供でお送りします。平成のぶちこぶし、魂のこぶし。第19話、北海道アイドルの未来は、徳井会長、ミルクスの未来を診断、後編。さあ、今日もやってまいりましたね、はい、徳井さん。はい、お願いします。お願いいたします、ね。はい、お願いします。じゃあ今日もまた引き続きゲストのね、はいはい、ミルクス本物の方々が来てくださってますんで、一人ずつ自己紹介の方を。あれ先週なんかそれいらないってあなた一番言ってたのに。でも尺稼げると思ったから。いや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 、全然喋れないまま終わっちゃったんだから。前半あれ埋めれると思ったから。ああ、なるほどなるほど。やめときましょうか。まあでももう皆さん覚えてると思ってる。なんかあれでしょ、ショートバージョンもあるでしょ。あんのショートバージョン。それやったら、おお、すげえ、全員分かってるわ。全員いっぺんにやりましょう、そうなったらもう。こっちまでせーの、どんどんバーって終わりましょう。気持ちは分かりますけど、うん、自分が1年目の時にそんなのやられたらどう思ったかってこと考えてくださいよ。嫌、うん、でしょ、うん、じゃあやりましょう。ちゃんとショートバージョンでちゃんとバーってやりますから。からはい、大きな口がチャームポイント、ゆかフィンこと池田優香です。よろしくお願いします。はい、いつも笑顔のミルキーボイス、サイミンこと渋川さゆみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いつも元気のごめんなさい。あるある、よくある、アイドルあるよくある、はい、よくある。いつも元気のいっちゃん、加藤さん、大好きです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あなたの心にときめきパンチ、斉藤リリコです。よろしくお願いします。お願いします。はい、サーニャこと西尾サリです。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、先週はどんな話をしたかというと、はい、まあ、やっぱり公式なライバルっていうのをセッティングすることで、もっともっと盛り上がっていった方がいいんじゃないかと。うん、で、ミルクス本物の、ね、ライバルは、じゃあ、青森でしたっけ、リンゴ娘。リンゴ娘。リンゴ娘。はいはいはい。まあ、近いしね。うん。新幹線が。ああ、そっか。あ、新幹線。そうはね。時事ネタもちゃんと入れてきて、投稿して、ね。まあ、お悩みがあるなら聞きますよ。私はもう。まあ見てきましたから。おで、アイドルからマネージャーから会社からの悩みも全部聞いてきてて、はいはい、大抵のことは答えれるとは思います。だからね、目の前にマネージャーがいるけれども、はい、マネージャーに言えない悩みとかもあると思うから、もう番組のノリで、今日はそれをぶつけちゃうということでいいんじゃないかなと思いますよ。最初のうちはね、やっぱ上の顔色を伺ってると良くないから、うん、何でもかんでも言った方がいい。はい、うん、はい、じゃあどうしようかな、誰からいきますか。はい、じゃあゆかフィンから。ゆかフィンから行く。はい、結構自己紹介とかで大きな口がチャームポイントって言ってるんですけど、はい、最近こうみんなにいじられすぎてちょっと悲しくなってきたっていうのがあるんですけど、らららら、口大きいのって今
結構売っていくべきですかね。うわー、これは具体的な難しいですよね。でもクチョッキーとって歌うまいでしょ。歌うまいじゃん。いや歌全然うまくない。あ、マジで。はい、え、でも彼女はラップができるの。できないです。あれ違ったっけ。何や、え、だって書いてあるじゃん、ヒップホップタウンって書いてあるじゃん。ちゃうちゃうちゃう、これはちゃう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 、犬、うん、ミュージックあのハーフミュージックアイドルっていうコンセプトの上で、うん、これについて詳しくなろうっていうのが一人ずつあって、いや、なんかこの本番前にもなんかマネージャーとなんか揉めてたんだけど、このプロフィールが全然違うって言って、だから全捏造の可能性はあるなと思った。いやいや、根本的な問題だな。だけど捏造したら捏造したで、いやこれ違うんですよってネタにはなるから、俺それはそれでもいいかなと思ったりするんですよね。多少ねネタにはなるだろうけれども、だから大きい口はいいんじゃないの別に。いいですかね。うん、歌下手っていうのがいいと思うけどね。歌めっちゃ下手くそです。そんなことありえない。どういうことなの。え、だ誰があれなの、そのセンター、あーリードボーカル的な人は。どう、そういうのはいい、ね、マジでマジで一人もいないの。みんなで歌って、みんな合唱パターン。え、ちょっとマネージャーに聞いてみましょう。リードボーカルっていう存在はいます、ミルクス本物に。いない。あ、センターもその時々によって変わるって。たまにそういうのありますよね。あ、あるんですね。たまにあるけど。あ、そうなの。引っ張ってこういないんだ。いない。ちょっと心配ですね、それは。それはいた方がいい。いた方がいい。必ず一人いるんですよ、どのアイドルグループにも。一人超歌うまい人いるでしょ。でも全員が違う人なんですよ。誰あ、でも私、はい、ショート、リーダー。あ、が一応センターボーカル的なことなのね。うん、歌が得意。周りはみんな同じ。こんな控えめじゃダメだよ。歌が得意です。そんな控えめじゃダメだよ。そう、歌が得意なんでしょ。歌が得意です。なるほど。あ、じゃあこの子たちがいるから、じゃあ歌下手でもいいじゃん。もう歌はもう、ね、いいの。だからラップなんでしょ。いや、ラップなんじゃない。なんかこれは歌下手な人はラップに行くよ、すぐ。俺は知ってんだよ。アイドルグループの中でアイドルグループの中でラップ行く人はみんな歌下手なんだよ。いや、うん、ラップ、あのイエイとかフーとか、そういうの結構担当して。そうそう、ああ、それいいじゃん、いいじゃん、これ大きい。可愛げあるでしょ、吉田美和パタイプでしょ。いいんじゃない。はい、じゃあこれからもたくさん言ってったわ、言ってったわ。あ、大きい口はじゃあアピールしたままでいいということですね。でもちょっとね、今こう遠目から聞いてたんですけど、やっぱ歌をね、こう上手い人がいないっていうのは、これかなりやっぱ致命的ですよ。致命的、吉村的にも。うん、私なんですっていうリーダーがいないから。はい、だからもうジュジュを入れましょう。ジュジュさん知ってますか。知ってます。あ、知ってる、ね、ジュジュさん。入れたらパワーアップするもんね、これは。でそれぐらいやっぱね、歌唱力っていうのは大事ですから、ちょっとやっぱ引き締めないとなと思いました。もっと引っ張るべき人がじゃ引っ張っていくっていうこともね、意識してもらってね。はい、じゃあさゆみ。はい、はい、リーダー、うん、私はキャプテンなんですけど。キャプテンか。あ、そうなんだ。はい、あ、リードボーカルって概念いないけど、キャプテンはいるんだ。キャプテン、はい、キャプテンなんで、うん、何歳、23？ 21です。21か、うん、はい、全然違った。でもすごいじゃん、特技バレエもピアノもできるわけじゃん。はい、今はやってないんですけど。どれぐらいできるんですか。お嬢様だから10年間やってて。あ、じゃあ大事なもんですよ、はい、で、J-POP もね、J-ROCK も担当してるって。音楽ってわけね。あのキャプテンで、うん、あの喋る機会が多分一番多いんですけど、いつもなんか同じようなことしか言えなくて、面白いこととかが言いたいけど言えないので、うんうん、なんか面白い決め台詞的な、うん、ちょっと待ってね、みんなガチなの持ってきたな。すごいね、今日ね、やる気あるわ。これもね、よくあの、俺もよくあの外目で見てて、キャプテンとトーク担当分けた方がいいと思うよ。この中で本当に喋れる人って多分違うでしょ、キャプテンじゃないんだよ、はい、じゃあキャプテンは裏側とかスタッフさんとかにこうお願いしますとか挨拶しなさいよっていう人がキャプテン。おー、トークを回す人は別に置いておいた方がいい。じゃあその、ちなみにいつもどういうトークをするの。挨拶、最後の挨拶、ライブの時の最後の挨拶がいつも私なんですけど、うん、うんうん、ありがとうございましたみたいな、うん、あ、それもいいじゃん、うん、なんか何か一言言ってありがとうございましたにしたいんですけど、うん、なんか今日も楽しかったです、ありがとうございましたしか言えないんだとか、同じようなことしか言えないから悩みだと、うん、だからこの5人の中で一番そういう天然っていうか、みんながなぜか笑っちゃうタイプの人は一言言って受けた後に、あ、本当にありがとうございましたってキャプテンがやっぱ閉まるでしょ、はい、それの方がいいよ。それは誰なの、ちなみに。誰なんだ、一番なんかいじられるやつ、みんなから、あんた本当ダメだよねとか言われる人は、じゃあユカフィンだ、うん、大丈夫が言う方がいい。で、無茶振りっぽくしてさ、誰かがじゃあユカフィンしないやつ、みたいなふりしといて、で、何も食ってないってふりして、何か食ったやつバッて言って、
滑った滑っちゃったっつってキャプテンがありがとうございましたって。それは何の締めのギャグ的なこと？え、ギャグとかってか、その日なんか起きたこととかあるでしょ、そういうのいいでしょ多分、うん、今日アクシデントがあったけどとか、うん、で明日はなんとかですけどとか、そういうのをなんとなく仕込んどいて。なるほど。じゃあ最後にユカフィンと言って、ユカフィンが一言で、ええ、絶対そこでええよ、大事だからね。ええ、私何もなんで私関係ないじゃんっていうの、そこ超大事だからね。おー、そこだけやっときます。一回練習、一回これやっといた方がいいんじゃないかな。はい、ライブバーやりました。終わりました。はい、でリーダーが、はい、じゃあ今日の感想、ユカフィン。はい、なんで、はい、じゃないんだよ。あ、そう、はいって言って、はい、そうよ。いつもなんでサイミーなのに今日はユカフィンなのみたいな。みたいな。そうそう、みたいな。うん、だけど一言言わなきゃいけないからね。うん、はい、じゃあ今日は皆さん、お集まりいただいてありがとうございました。また来月も見に来てください。以上、ミルクスでした。いや、俺ボケないし、閉めちゃったし、触ってないし、もう全部ダメだ。ユカフィンダメだよ。挨拶できない。ユカフィンダメ。みんなやってこう、オーディションだこれは。みんなやってる、一人ずつ。じゃあ今日の感想、いっちゃん。何かあった。以上、ミルクスでした。いいね、いいね。これもいいかもしれない。まあまあ、うん、まあまあ、悪くはないんじゃない。はい、じゃあ今日の感想、リリー。はい、今日は皆さんすごい、いつも以上にお客さんが少なくてすごいライブでした。辛いよ。なるほど、いいんじゃないですか。ちょっと ね、勇気はありますよ。手を照らった感じの、という姿勢はいいですよね。はい、じゃあサーニャ。サーニャ、はい、今日は5人で、待って、ごめんなさい、本当にわかんない、本当にわかんない。なるほど、こうなるわけ。やっぱユカフィンが一番いいと思う。でもやっぱこのトークっていうのは徳さん大事なんでしょ。まあ、でも今のはだったらやっぱ実力不足ですから、うん、コウさん入れます。 DJ いや、違うユニット違うユニットになるから、もう金で補強しましょう。 DJ コウって喋ってなかったよ。でもなんか何か振ったら面白いこと言うじゃん。 DJ コウ喋ってねえから。最悪ボタン押さえるからパンパンパーンって言えばなんとかなるから、なんかちょっと今のところその2つ戦力として補強するかもしれない。お願いします。はい、ちょっとじゃあここから次いつきちゃんの悩み相談いきますけど、その前に1曲かけましょう。はい、はい、ね、先週はこの番組の主題歌の鉄の拳をオンエアしたんですが、今日は何をかけますか。はい、ヒャダインさんと岸田の綾小路翔さんに作っていただいた北の国から愛を込めて聴いてください。はい、平成の拳拳魂の拳。はい、ということで今日のゲスト、ミルクス本物の、皆さんのナンバー、北の国から愛を込めてお送りいたしました。今日はメンバーそれぞれが徳井会長にお悩み相談ということで、はい、まあユカフィンとサユミンのお悩み相談まで行きましたけれども、さあそれでは次、澤田さん。澤田さん、澤田さんまだ若いからね、うん、中学校3年生、澤田さん。澤田ですってまず言わないと。あ、澤田です。はい、いいね。いいですか。はい、どうぞ。バカなんですよ。なるほど、はいはい。それで文章ができなくて、頭の中で。お、どういうこと。なんか、何喋っていいか分かんなくなるんだ。うん、そんなだいぶ年上だぞ俺。あるんじゃねえ。それで、うん、だからライブとかに出ても、うん、ファンの人に煽られるんですけど、なんか喋ってくれと、おおみたいな、うん、あ、はいはい、で煽られちゃうんですけど、あまりいいことが言えないから、うん、そういうのをどうしたらいいんですか。それって多分頭の中に浮かんでるけど、言葉浮かんでるんでしょきっと。何かはゼロじゃないよね。浮かんでるんですけど、うん、ポン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 って浮かびすぎて、うん、出てこない、なんか出てこなくて溢れちゃってんだ、もうこう言葉がごちゃごちゃになっちゃう、うん、そうでしょ。それをそのまま言うべきだと思う。その何を言っていいか分かんないけど、何を言っちゃいけないか、その単語言葉をバーって言えば、誰かがさ、誰かがいやどういうこととかさ、こういうことなんでしょってできるけど、やっぱり無言にされちゃったら、やっぱ結構みんな困っちゃうから、もう単語でもいいからバンバンバン言ってった方がいいの。今出てんの何個か。今なんか今の気分は一言で言うとバーンって。今、うん、すごい込み上げてきてる。そういうこと。そういう言えばいいんだよ。ちょっとずれててもいいのよ。言ってった方がいいよ、本当。解決だね。解決じゃ、はい、解決。澤田です。はい、澤田です。はい。プロデュース、挨拶をプロデュース。いいですね。はい。じゃあ次、リリちゃん。
リリちゃんです。はい。私は全部が中途半端なんですよ。どういうこと？まず、うん、面白いこと思いついて、うん、裏ではやるんですけど、うん、それを表でやるとユカフィンの方がウケるんですよ。あだからそこういう亀裂がもうあるんだ。そう、もうユカフィンのネタになっちゃうんですよ。否定しなさい。あと、うん、盛り上げ役とかもやるんですけど、うん、盛り上がらずにその次の曲行っちゃったり。あとなんでそれ理由はなんでなの。原因はあるでしょ。滑り症だ。滑り症です。滑り症だね。滑り症ですね。どうすればいいんですかね。もうしょうがない、それ生まれ持った才能だから。やっぱいるそれをプラスにするしかないってことですよね、うん、しプラスになんない。やっぱ なんで滑り症の人は一生滑り症で。あ、そう。やっぱ裏では面白いよね。いやほら、わかるわかるわかる、うん、そういう人いる、うん、そうなんですよ。滑り症だ。これはもう先天性のものだからしょうがない。これは長い付き合いになるよ。長い付き合い。持病みたいって言わないで。長い付き合いになるから。それちょっとまあ何歳今。20歳です。あ、20歳か、うん、まだまだまだ人生3分の1って考えるとちょっと酷かもしれないけど、ちょっと黙ってみるか。うん、そうだね。黙ってみる。裏でもなんか、まあ、裏はまあいいけど、うん、そのなんか俺も科学的な根拠はないけど、多分、はい、声のトーンとか、うん、あの間とかって科学的にこう判断されてないけど、なんか滑る人ってやっぱいるんだよね。いるんだよ。不思議だよね、本当に。でも本当それはすごいよ。もう 何百万人に一人ぐらいだから。そうなの、そうなの。そう、その才能を持ってる。これはね、もうね、どうすることもできないの、本当に。だけど、はい、多分みんなの前に行くと、だから大勢の空気がわからないんだと思う、そういう人って。だから握手会の時とかに喋ったらさ、握手会の時さ、あ、こんなに喋れるんだって思われてプラスかもしれないじゃん。確かに。でしょ、握手会で喋ると面白いって。そうでしょ。だからもうコンサートとかライブの時も一切黙るわけよ。あ、黙る。それが振りになってるから。黙ります。じゃあ、うん、はい、まあ、そこが振りになって。一発行ってみよう。それでしばらくは一発。じゃあもう喋りません。私ゆかふいに任せてもうそこはもうしょうがないんだから。これはもう天部の才だから。そうで、滑り症の悪いところはチャレンジャーでもあるから。負けず嫌いだから何とか頑張んないとと思うけど、もうそういう症状だから。うん、これはもう重症ですね。重症よ、思ってる以上に。歌上手い人、歌下手に歌えないから。歌も微妙なんですよ。オッケーオッケー。だからもう歌うのもやめよう。そっちもやめよう。そっちも入っちゃってんだ。あ、そうなんですよ。なんかヒャダインさんにもレコーディングの時に、うん、声はいいね、うん、声はいいねなんですよ、うん、他は良くないんですよ、うん、ダンスもできないんですよ。あ、じゃあもう奇跡の人かもしれないな。ダンスは練習してよ。大体一人一個なんですよ、滑り症とか持ってたりとか。それを全部持ってるとか奇跡かもしれません。これだからあえてやっぱその個性を生かしても舞台上で何もやらない、歌わない、喋らない、踊らない、もうただ棒立ちで。ファンキーモンキーベイビーズの DJ ケミカルの人なんだけど。でもあの人裏でやってないんだよね。でもあんだけはしゃいじゃったら滑っちゃうから、はしゃぎもしないから。棒立ちでこうやってお客さんをただずっと見てるだけの新しい立ち位置できるよね。それ面白いかも。じゃあこれからそうします。死にます、うん、私は。はい、死んじゃダメじゃん。まあまあ、ビビちゃん解決、はいはい、ありがとうございます。じゃあこれ最後になりますけれども、はい、サーニャ。はい、私新メンバーなんですけど、うん、そうなんだね。なんかなんて言うんだろう、すごい先のことを考えちゃって、これを言ったら絶対みんなは私のことが嫌いになっちゃうかもしれないとか、うん、これ多分あの前に活動してた時にこれ言ったことあるかもなとかすごく考えちゃって、うん、本当にライブとかでも何も喋れないし、こういう場でもなんか気使ってんだ、まだすごいなんか気使っちゃって。これは難しい問題だね、うん、でもやっぱ5人だからね、なんとか早めに打ち解けないといけないわけじゃ、うん、でやっぱアイドルってその僕は分かんないですけど、その、ね、チームプレーでしょ、言ったらそれでのし上がるためには。だから言っちゃってんじゃないかな、思ってることを。なんか言ったら、うん、それも言ってたからみたいに前言われたことがあって、はあはあ、それはなんか嫌なこと言った。誰が言った、誰だ、その嫌なこと言ったんだ。それ前言ったからみたいな。いや、ファンの方に。あ、ファンの方か。あ、ファンか、うん、ファンはもういいよ、無視して。そうだよ。何悪意は無視して。悪意のあるファンと善意のあるファンがいて、やっぱ悪意のあるファンはもう無理だから、何やっても。それでもどうやって見極めればいいんですか、この若い子たちは。あ、分かるでしょ。でもそれやったら分かるな、もう、うん、悪意の悪意だな、こいつは悪意があるなっていう。何やってついてくんだよ、ファンなんで。握手会とかしててもさ、本当嫌なことばっかり言うやついるでしょ。それも笑顔で、はい、ゆかぴん今うなずいた、はい、笑顔で、はい、いるんですよ。そうでしょ、どんな感じだ。いるよな。なんか最近結構なんかちょっと太っちゃって、うん、それ結構気にしてたんですけど、うん、
あ、なんか、ほんとお前顔丸いよねみたいな。うん、ほんとお前顔丸いよねって言ってくれ言われたことがあって。なんてリアクションするの？それ、いや、女の子にそういうこと言ったら、ほんと傷つくからやめてみたいな。ちょっと笑いな感じで。したら、またループして、また顔でかいよねって言ってくれでも、いるよね。そうなんか、その、悲しんでるのを楽しんでるんですよ。うん、そうでしょ。圧倒的に無視で、まあ、そんなやつはもう、はい、もう真顔で、はいって言ってもう終わり。無視。もう完全な無視。マジで口でかいね。すごいね。いや笑えた本当に。で笑って手で押さえてるけどその手から漏れてるもん、ね。すごいね。聞いてる人どんだけでかいのイメージするんだ。本当にすごい。口大きい人モテるからね。大抵。もう大抵モテる。だんだん私のこと好きになってますか。いやなってるけどだんだんあれに見えてくるのあのなんかさ。昔 CM でやってたうがい薬のカバみたいな。味噌汁。味噌汁みたいな口だなって思うなって。いや、いい。素敵だと思いますよ。ありがとうございます。うん、なるほどね。じゃあ、その解決ですよね。うん、まあ、いいか。うん、解決したか。解決したかな。うん。うん、した。いや、でもいろいろ新たな方向性も見出してくれて、ね、こう、ステージとか、普段の立ち振る舞いのアイディアとかもいただいて、これ、ね、ミルクスの皆さんどうですか？今日は参考になりましたか？なりました。なった。はい。はい。徳井さん、はい、最後に一言声をかけてあげてくださいよ。これから頑張っていくミルクス本物に。やっぱライブしかないんで ね、結局ライブなんですよ、うん。ライブで他のお客さんを取っていくしかないんで、はい、ぜひあの頂上で待ってますんでよろしくお願いします。なんでお前が頂上にいるんだよ。いつからお前がアイドルの。あれじゃアピールしなくていいの。いやいや、おかしいだろ、トップアイドルみたいなさ。ね、言い方してる。会いましょう、武道館で会いましょうよ。ほら、アピールしていかないと最後に。徳井さんがアイドルさん集めてライブやってるじゃないですか。ぜひミルクス本物も呼んでください。いやいいんだけど本当に交通費かかるから、はい、いやそんなリアルな話しじゃあ呼んであげたいんだけど交通費かかるから北海道でやりましょう。ああそれだって北海道だったってこれしか集まんないでしょ。そうだよ、いっぱいいるわけじゃねえじゃん。いますいます、結構いるんですよ。農家のジジイとババアが来るわけじゃん。コンバイン乗ってそれは言っちゃいけないコンバイン乗ってな。だって芋しょって芋しょって北海道でやったらあれで東京の人たちも飛行機来なきゃいけないじゃんまた。ああそっか。いいよいいよ、じゃあもうこの番組と連動ツアーにしようよ。わあすごい。うちの代理店で用意するからじゃあ頑張って。偶然東京にいたら全然いいです。それは別に大丈夫と思いますけど、まあ、飛行機代ですね。あとやっぱマネージャーと最低でも6人分でしょ。そうですね、そうですね。でも宿代もあるわけじゃん。ああ、まあ日帰りで、それは日帰り。ああ、でも日帰り無理か。無理でしょ。ライブ18万25万必要なんだよ、うん、ギャラなしで25万必要なんだからね、うん、どう思う、うん、25万。そうだったら他のアイドル呼んだ方がいいな俺も。出たいよね、それでもね。出たい、出たい。考えておきましょう。お願いします、はいはい、ありがとうございます。はい、ということでゲスト2週間にわたって、魂の拳の主題歌鉄の拳を歌うミルクス本物の皆さんでした。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。どうやら得意会長ミルクスのこと気に入ってくれたみたいだね。よかったよかった。さあ来週はもちろんノブコブの2人が主役よ。そういえば聞いたことがなかった2人の将来設計がテーマなんだけど、徳井さんが小説家に、吉村さんがインドに、ちょっとどういうこと。次週魂の拳、明かされる平成のぶしこぶしの未来予想図、拳に魂を込めるのよ。この番組は新世代の北海道メーカーキタルト、日本アシスト会計パースプレイスバイゼロップ、ノイモンドオーガニックカフェの提供でお送りしました。